ザ・ウェールズチャンネル始まります。今日は卒業生インタビューの第4弾です。で、今世界中にいるバレエ留学経験者の現在を伝え、視聴してくださった方々が将来につながるキャリアプランをイメージできるというシリーズです。で、ゲストには学生時代のことや卒業後ダンサーとしての活動を中心にいろいろお話を聞いています。第4回ゲストは赤崎小春さんです。現在イタリアにお住まいとのことなんですが、今そちら何時ですか？今はお昼の12時半です。お天気はどうですか？こっちの天気は晴れですねめっちゃ晴れてます。そうですね、明るくて太陽がいっぱい、いいなイタリア、てん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 。ということで、早速ウェールズチャンネル始めてまいりましょう。じゃあお約束があります。小春さんもご一緒に。それでは皆さん、ウェールズチャンネル始まります。まず小春さん、自己紹介をお願いできますか？こんにちは。現在イタリアのエトワールバレエシアターで踊らせていただいている赤崎小春です。出身は神奈川県です。2019年から22年までイギリスのロンドンにあるセントラルスクールオバレエに留学させていただきました。卒業後すぐはフランスの南仏のトゥールズという場所にあるフランスアマドゥイットカンパニーというところで踊らせていただいて、現在イタリアにいます。はい、ありがとうございます。じゃあもうヨーロッパに行って何年？5年になるのかな。うん、そうですね、6年ぐらい。もうそんなになるのね。すっかりヨーロピアンだわはい、それでは、学生時代についてお伺いしたいと思います。まず留学したきっかけについて教えていただけますか？ウェルズが主催してくださったワークショップ形式の2日間にわたるオーディションを日本で受けさせていただいて、サマースクールと入学する機会をいただいたので、それで留学しました。懐かしいですね。今でも思い出します。小春さんがオーディションにいらっしゃった時、すごく覚えてるんですよね、レゲットさん。そう、なんかすごくそれだけ印象的な方だったなっていう記憶があります。じゃあ小春さん、いつ頃から留学っていうものを考えてらっしゃいましたか？結論から言うと、私は高校卒業後に留学を真剣に考えました。バレエを習い始めた頃から海外に憧れはあったので、バレエ留学したいなとは思っていたんですけど、中高の時に挫折した期間があって、一度バレエの道からそれて宝塚という道を歩んでいたので、留学するという選択肢は中高の時は薄々思ってたんですけど、高校卒業後大学を蹴ってまで宝塚受けさせていただいてたんですけど、いいところまで行ったんですけど、ご縁がなかったので、どうしようって思った時に、今まで続けてきたバレエを無駄にすることは残念だなと思ったので、そこからちゃんと考えて高校卒業後に留学するという決断をしました。なるほど。なんかオーディションの舞台というか、オーディションの会場、本当に広い会場でやったんですけれども、そこの中でもね、小春さんがすごく印象的だったのを覚えているので、やっぱりそういう素地があったのかなとちょっと納得しました。じゃあそれではですね、先ほど、オーディションとサマースクールということをおっしゃってたんですけれども、なぜセントラルスクールオブバレエ、こちらに興味を持たれて選ばれたんでしょうか？選んだ理由は3つあります。1つ目はロイヤルメソッド、生粋のイギリスバレエを朝から晩まで素晴らしい先生方や素晴らしいピアニストさんの音色で学べるっていう環境に魅力を感じて、私は選びました。
あとカリキュラムが本当に充実していて、バレエをはじめとするいろんなジャンルのコンテンポラリーやジャズだったりスパニッシュだったり、それに加えて栄養学だったり解剖学の座学も学べて、あとドラマとかシンギングなクラスもあって、バレエ学校でこんなこと学べるんだってこともあったので、私はセントラルを選びました。2つ目は、卒業のグラジアの時、3年生の時にバレエセントラルっていう機会を設けられるんですけど、ダンサーキャリアを積む上で本当にナショナルツアーを通して、コレオグラファーとの関わり方、リハの進め方だったり、舞台セッティングや照明とか、いろんな角度から舞台を学べる機会があったので、それも一つの大きな魅力だと思ってセントラルを選びました。3つ目は、英国立ケント大学の卒業資格と学位を取得できる点についても、私はダンサーキャリアではなだけじゃなくて、そのセカンドキャリアでもやりたいことがあったので、取得できる点についてすごく魅力を感じてセントラルを選びました。ありがとうございます。本当にすごくいろんな点で小春さんの進みたい道とマッチしている学校が見つかったって、そんな感じですね。はい、ありがとうございます。じゃあそのセントラルで思い出に残っているエピソードたくさんあると思うんですけれども、これはっていうのがあればお聞かせください。本当にセントラルの3年間はどこを切り取っても濃厚すぎて鮮明に覚えてるんですけど、私にとってはやっぱりバレエセントラルの期間がすごい印象的で、みんなツアーに行くとき朝の6時とかに集まって帰ってくるのも0時過ぎみたいなスケジュールだったんですけど、みんなが同じ同士踊りたいことが好きで、本当に先生方もあったかくて、みんなが一つになるっていう瞬間が何度も味わえたのがバレエセントラルの期間だったので、ダンサーとしても卵としてもっと成長したいなって思える気持ち思っててたのもその期間なので、私はその期間がすごい印象に残っています。ありがとうございます。とても濃い期間ですよね、バレエセントラルの期間って、はい、それが今のキャリアにも生きている、そんな感じですか。はい、やっぱりバレエセントラルって自分たちで舞台セッティングもするし照明も用意したりするんですけど、本当にいろんな人たちが携わって、ダンサーだけじゃなくていろんな方たちの力で成り立つものだなって思うのを感じるので、やっぱり今 踊るだけっていうか、作品を通して演じる立つっていうことだけしかやっていないので、感謝を忘れないっていう点でも私はすごく影響しているなって思います。そうですね、舞台っていろんな人がいて成り立ってるっていうことがまさに実感できた、そんな感じですよね。はい、ありがとうございます。それではセントラル校を卒業されてから今ダンサーとして活躍をされているわけなんですが、先ほど卒業後最初にフランスのカンパニー、そして今のイタリアのカンパニーと2つ目のカンパニーで踊ってらっしゃるわけなんですけれども、そちらについて少し詳しく教えていただけますか。フランスのカンパニーはもうイギリスバレーでずっと踊ってきた私にとってはフレンチスタイルに変わって、すごい踊り方も全然違うし、監督とのやり取りもすごいバレエ学校の時代とは全然大きく異なる環境だったんですけど、監督のがすごい才能あふれる方で、古典バレエでも違うテイストと違う視点から作品に携わることができたので、私はすごいいい機会を持ってたなって思っています。今のカンパニーではガラ公演は古典バレエ、
スワンレイクとかアジゼルとかいろんな古典バレエ踊ることができるんですけど、その他の演目では監督が自身が演出とかこれをしてるオリジナルな作品を演目を踊らせていただくことが多くて、私はいつも新鮮な気持ちでバレエ20年弱踊らせていただいているんですけど、毎日発見とあとどうしたら綺麗に見えるとかそういう追求もできるので、すごい有意義に過ごしています。ありがとうございます。なんかすごく見に行きたくなりましたね。じゃあそのカンパニーで今じゃあどんな生活をしていらっしゃいますか。一日のスケジュールを教えてください。公演がある週とない週では異なるんですけど、だいたい活動の日程は火曜から土曜日で、オフが日曜日と月曜日になります。午後の3時からレッスンリハ始まって夜に終わるんですけど、今週はシアター通いで劇場でリハして次の日公演みたいなスケジュールなので、集まる時間も朝7時とか早い時間です。まさに体力勝負。はい。そんな感じですね。わかりました。ありがとうございます。じゃあそんな憧れのダンサー、職業ダンサーという生活に今なつかれているわけなんですけれども、じゃあ一番こう最近で幸せを感じたこと、でも舞台だけじゃなくてもいいですけれども教えてください。ダンサーの視点からすると、舞台に立つ瞬間とか歓声とかスタンディングオベーションの瞬間は本当にやりがいを感じるんですけど、それ以外の喜びを感じた瞬間がいくつかあって、バレエ世界ってすごい狭いんですけど、こんなところでこんな子に再会できるんだっていうご縁も感じて、実際にウェルズのオーディションで私のバーのついてる斜め前の子がたまたま今同じカンパニーにいて、すごい再会してえーって嬉しかった記憶が今再確認しました。すごい、そんな偶然。でもダンサーの世界はね、なんだかみんながつながってるって言いますよね。スモールワールドって先生たちも時々おっしゃいますけれども、でもなんかそういう偶然って嬉しいですね。嬉しかったです。はい、他に何かありますか。やっぱりヨーロッパの街って芸術にすごい身近っていうか、なんだろう、感性を養える環境が携わるのも充実してるんですけど、ミラノスカラ座とか本当に有名なダンサーさんとかがいる環境の中で、あ、こうやって感じてるのかなっていう感性の部分では、うん、劇場だったり音楽だったりオペラだったり、なんだろう、感じれる機会がすごい多くて、友達とそういう共有する時間も私はありがたく幸せな時間だなって思います。ありがとうございます。なんだか猛烈に羨ましいぞって思ってます。はい、それではですね、もう小春さんある程度もう少し大人になってから留学を決意して実際にバレエ学校に通われたわけなんですけれども、そうは言っても学生時代と、まあ、社会人になって働いてって考え方とかいろんなことが物事の見方とか捉え方とか変わってきたと思うんですけれども、そのあたりについて何か私って大人になったわみたいなことってありますか。やっぱり異国の地で家族と友達と離れて慣れ親しんだ環境から離れて過ごすこと自体すごい大変なんですけど、それプラス海外にいると本当に普通じゃ起きないことが普通に起きるんですね。ストライキとか物の盗難だったり、本当にあとバスとかもいきなり止まっちゃうみたいな、降ろされるっていう経験も何度も経験したことあるんですけど、
どうにかなる精神はすごく身についたなって思います。最近ではロストバゲージもしたし、あとトランジットが時間がすごい持ててたはずなのに遅延が重なって、あのフライトをミスして、で次の日のフライトを取り直すっていう事件が起きたんですけど、命あれば大丈夫っていう、なんだろう、ドシンと構える自分がいて、あ、前までは泣いてたのになって思うことも、今までは乗り切れる精神が身についてたのは、なんだろう、成長まではいかないんですけど、あ、こうやって捉えられるようになったんだなって冷静になった自分を客観視して感じました。いろんなことが起きますよね、海外生活はい、ありがとうございます。あと結構今学生さんとか今から留学したい方が興味があるかなと思うんですけれども、そんなに朝から晩まで忙しい生活をされていて、まあ、体のメンテナンスですとかメンタルとか、あと食事の面とかもいろいろあると思うんですけれども、自己管理の方法で何か気をつけているっていうことはありますか？学生時代の時は本当に人と会うこと、人と友達と休みの日は出かけるっていうことでストレス発散することが多かったんですけど、こっちカンパニーに行くようになってからは自分時間を大切に持つっていうことが私の中では大きく変化したことで、音楽をただ聴くだけでもいいし、なんだろう、部屋にいて料理をするでもいいんですけど、なんだろう、自分と向き合う時間を持つことが本当に大事だなって思います。ダンサーは本当に体を酷使する職業だし、あとその面でも人と関わってるから毎日なんですけど、自分と向き合うことで、なんだろう、その自分をと向き合って自分が今どうしたいかっていうのを常に志を見失わないためにも大事だなって思うので、学生時代から今と比べると自分時間を持つっていうことにすごい私は重要視してるっていうか、変わったなって思います。ありがとうございます。確かに自分と向き合う時間って意識しないとなかなか取れないですもんね。わかりました。あとは例えばバレエ学校に行って学んだから今役に立っていることなんてありますか？バレエ学校の時の基礎は本当に、カンパニーに入るとやっぱり学生時代は先生方が丁寧にここはこうだよって教えてくれるんですけど、カンパニーに入ってからはそれができた上でリハも進めるので、自分の中でここはこうしようっていうのはバレエ学校の時代で積み重なったものがやっぱりためになってるなって思うし、あとコレオグラファーとのリハの進め方、コレオの覚え方もそうなんですけど、いろんなピースが、なんだろう、混ざって分かんなくなっちゃう時も経験があるから、こうやって、なんだろう、やっていけば自分的にはいいなっていう脳の中の進め方もすごいためになってるなって思います。すごいダンサーの経験を積んだならではのお話でしたね。ありがとうございます。それでは世界を見てきたダンサーとして、例えば国によってイタリアとフランスとイギリス、今3カ国を経験されたわけなんですけれども、ここ違ってるなとか、ここ面白いなって思ったようなところってありますか？イタリア人が日本人が大好きなので、イタリア語話せなくてもすごい優しく教えてくれたり、食生活の面でもアジアンスーパーあるんですけど毎日調達できるわけではないので、そういう面、私生活の面でも過ごしやすいなってすごい思っていて、
でフランスはフランス人の方たちは彼らの文化や言語にすごい誇りを持ってる方たちなので、日本人がトライしようとしてもすごい難しい部分だったんですけど、でも話してると考え方、芸術、音楽とか食に対する食事の時間も全然フランス人とイタリア人では全然違うし、イタリア人の方が長いんですけど、アペリティーボとかの時間も持ってるって、人と話す時間、人とお酒を飲んで、そういう仕事とは別に私生活の面で大事にしていることも国によって違うのかなって感じることがたくさんあって、バレエダンサーとしての生活とは別に私生活でも普通に気づくことがたくさんあるので、それは国によって全然違うなって思って楽しんでいます。発見があるたびに。すごい。そっか。でもなんとなくイメージはしてるんですけれども、じゃあイタリアとイギリスとフランス、どこが一番住みやすいですか、小春さんにとって。私はイタリアが一番今ストレスフリーで過ごしてるなって思います。なるほど。やっぱりね、性格によってきっと合う国とか。でも食べ物って大事ですよね。イタリア美味しいですもんね、うん。じゃあですね、職業としてバレエダンサーが成り立つかどうかみたいな話が割と最近多くって、そのダンサーの現状、国によってね、職業として成り立っているかどうかも含めて、ダンサーという職業についてどういうふうに捉えていらっしゃるかお聞かせいただけますか。ダンサーの職業は私にとっては人の心を動かせる、音楽を視覚化できたものがバレエであって、すごいそういう芸術の面では本当に素晴らしい職業だと思うんですけど、ダンサーキャリアを積む上でやっぱり年齢的とか体的にも限られてくると思うので、続ける時間は。それでセカンドキャリアを考えた時に、割と同世代の子たちはダンサーキャリアのことしか考えてない、友達とか周りの人たち目にするんですけど、ダンサーだけじゃなくて大きなバレエ団でも今 CD を使ってリハーサルをするっていう記事を読んで、芸術家とかアーティストの職業ってすごい価値のあるものだけど、常に意味を見出していかないと難しい部分もあるのかなって、今24歳なんですけど、将来を考える上ですごいそこは考える機会が多くなってるなって正直には思います。私はセカンドキャリアでやりたいことがあるので、ダンサーキャリアを通してその演出とかだったり舞台のその照明とかだったりを踊りながら近くで学んで活かしていけたらいいなと現状では思っているところです。ありがとうございます。そうですね、ダンサーという職業だけではなく舞台芸術っていうふうに捉えると、おそらくもっともっと広くね、次のキャリアっていうことでも考えられるのかなって、ちょっと小春さんのこれからにとても期待、注目していきたいと思います。ありがとうございます。今踊ること以外で一番やりたいことは何ですか。一番やりたいことは、あったかくなったらスペインとかに行きたいなって思ったんですけど、ちょうどあったかくなる時期、春には私のカンパニア1ヶ月中国ツアーを控えてるので行けないんですね。なので直近では日本に帰った時に温泉とか家族と友達と行って体を癒したいなってすごく思っています。はい、ありがとうございます。ではこれから留学を考えている、あるいは今
バレエ学校で学んでいて、これから世界に羽ばたこうとしているヤングダンサーたちに何か先輩としてメッセージがあればぜひお願いします。私もまだ未熟なので偉そうには言えないんですけど、可能性が無限にありあふれるこの現代の世の中で、何かのことを、一つのことをひたむきに頑張るってすごい難しいと思うんですけど、やっぱり続けることでタイミングが今じゃなくても叶う時って絶対その人のパーフェクトタイミングで来ると思うので、もし悔しい悲しいとかマイナスなことを思ったとしても、自分はできるという信念を持って、あと感謝を忘れずに続けてほしいなって思います。今言語化して自分にも言い聞かせてるんですけど、私もそうやって同じように志すものがあるなら続けて頑張りたいなって思うので、同じ同志としてそうしてほしいなって思います。ありがとうございます。なんかちょっとうるっときちゃった小春さんなりに本当に大変楽な道じゃなかったと思うのに、こうさらっとね言えちゃう強さっていうのがすごく素敵な女性だなっていうふうに思います。あ、イタリア行きたいと思いました。貴重なお話ありがとうございました。これからのご活躍、そしてステージを見る機会ができるといいなっていうふうに思っています。それでは恒例のあのポーズで終了しましょう。せーの、ウィルズちゃん寝る。ありがとうございました。ありがとうございました。